AI を使って楽曲を作ったりテストしたりしていますということなんですけども、アカネキョウさんも何曲か作っています。目指せ6万人チャンネル登録お願いします。コメントもできるからね。はい、緊急で動画を回しております。応援してくれる方は必ず動画に高評価と、トロロンは固定コメントも高評価を絶対にお願いします。高評価を押してもらうことによって私たちはこれから活動すごくしやすくなる上にモチベーションにもすごくつながるので、本当によろしくお願いしたいところです。はい、トロロです。よろしくお願いします。今日もフラッシュパーティーやっていきたいと思います。お前誰やねん、トロロン。よろしくお願いします。わかる気がする。今日はですね、はい、最近 AI を使って楽曲を作ったりテストしたりしていますということなんですけども、アカネキョウさんも何曲か作っています。どうですか？最高傑作がもう一曲出来上がっちゃったからもう終わりかな、私は。今の時代ね、うん、まあ、これから先未来どうなるか分かんないよ。 AI 使って音楽を作るのが当たり前の時代になったらそれの時に合わせればいいけど、今はまだ作詞作曲作れてる方がかっこいいのよ。俺は時代を先取ってるとか言うけど、いやまだダサい。結構 YouTube とかバズってる人いますよ。だってショートとか AI ばっかり流れてこない？これがなんとかのなんとかである、なんとか三世みたいな背景 AI じゃない？AI で生成してるってこと？うん、ショートのやつなんか AI でめっちゃ流れてくるじゃん。ジンダーモンとか？あ、もうそうだし、初音ミクとかもツールといえば当時全ての歌手がいなくなるんじゃないかっていうことも言われていったから、オーダーメイドの服屋さんは残るとは思うんですよね。日本刀を作ってきた人たちは今ハサミとか包丁を作ってますから、デバ包丁、うん、もう作ってると思うよ。AI に関してもたくさん量産できるようになると、だけど本当にいいものはいい職人っていうのは残るかなとは思うんですけど、そういう時代になるかな。でも畳職人も潰れなくて、フローリングがさ主流になってるわけだから、畳使ってる人いないと思うんで、結構主流になってるけど、その畳、いい畳のさ、それ職人さんとかに残ってるわ。でも畳の部屋の匂い好き。畳がいいかフローリングがいいかみたいな感じになってくると思うよ。フローリングの人が AI を使う人、量産型って考えると、そんなこと言い出して大理石使ってる人はもうね、 AI ロボット、もう AI についてどう思いますか？共存したらいいかも。でもまだまだダサい。そう、作詞作曲の件についてやっぱ実力でこう世間を言わすような作詞作曲ができたら最高だよねって、かっこいいなって思うね、うん、ダサいって言ってたら。フラッシュパーティー評価してくれました。僕は AI で作った。いいね。ミュージックスタート。チャチャチャララチャチャチャララチャラチャララチャ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